ホミ駅は愛知県豊田市ホミ町ゴン坊にある愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は16。相対式2面2線ホームを持つ高架駅で階段の段数も比較的多めだが依然としてエレベーターはない。以前は日中に駅員のいない時間帯があったが現在は夜間を除き駅員が常駐している。高架下に車掌車が1両保存されている。 2011年4月に名古屋銀行の ATM が駅舎の隣に新設された。現在は改札前に自動販売機が複数設置されている。また時期は不明だが下りホームの篠原側の先端に乗務員が待機するためと思われるプレハブの小屋が建設されホーム上にあったゴミ箱が撤去された。駅舎前には自動販売機が設置された。駅付近には 住宅は少ないが、やや離れたところに、ホミ団地がある。豊田市統計所、移動等円滑化取組報告書によると、当駅の1日平均乗降客数は以下の通り推移している。AB、愛知環状鉄道の30年40ページ、愛知環状鉄道、2019年 AB、愛知環状鉄道の30年年表、愛知環状鉄道株式会社、2019年、 とか乗車券のサービス開始日について、愛知環状鉄道、オリジナルの2019年6月2日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 0 6 0 2 0 7 2 3 2 8 h t t p w w w a i k a n r a i l w a y c o j p p d x p r e e s r e l e s e 3 0 1 2 8 pdf2020 年11月8日閲覧。愛知環状鉄道の30年61ページ、愛知環状鉄道、2019年、オープンデータデータ提供と田市統計書と田市、し、移動等円滑化取組計画書、報告書愛知環状鉄道。ありがとうございます。